はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。たまらんちん会長様、ひかるひかる様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとう頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。なんかこの写真が炎上しているようなんですけれども、自民党のあの女性議員が38人ばかりフランスに視察旅行に行って浮かれとるっていうそういうので、ね、なんか炎上してますけどね。この写真の是非はともかくとして、まあ税金使っただの使ってねえだのいろいろありますんで、まあ、是非はともかくとして、私は日本改革党の支部長さんたちにね、支部長さんたちに、まあ主にツイッターなんですけれども、高そうな食事の写真をアップするな。なんか高級レストランの高級料理みたいな、あとはなんかお高そうなデザートとか、をアップするな、女性、特に若い子とにやけているツーショット写真をアップするな、やむえない時は仏頂面にしろと指導しています。例えばなんですけど、相手の子がツーショット写真、を撮って自分のアカウントにアップしちゃうっていうのは止められませんから、そういう場合は荷上げてないでぶっちょずらせる、言っております。旅先の浮かれた写真をアップするなも追加しないといけないな。例えば岸田総理がよ、今井絵理子さんとツーショット写真で岸田総理がニヤニヤしてたら皆さんどう思います？なんだこのおっさんはって、やにくさりやがってるって思いますよね。ということで支部長さんにはこんなことを指導してんですけども、これやっちゃった議員らはね、な浮かれてエッフェル塔で写真なんか撮っちゃってアップしちゃった議員らはですね、自分らが与党の議員で権力者で敵がいっぱいいるって自覚が足りなかったんですよね。ですよね。女性だし、まあ甘やかされてきたんだろうなっていうのが私の感想であります。もっとですね、渋谷で民政につきまとわれたり、弁護士 .com で叩かれたり、東京新聞で叩かれたり、懲罰委員会にかけられたり、凱旋やるたび妨害がわーわー押し寄せてきたりした経験した方がええよ、慎重だから。渋谷で民政っていうのは北島直樹っていう、バカ野郎に有田芳生と一緒に写真撮ってるようなバカ野郎につきまとわれてたのと、弁護士 .com っていうのは伊藤詩織事件でこれからは合意書取んねえと危なくてできねえんじゃねえか、っていうのを弁護士 .com に叩かれたのと、東京新聞は2回ほど叩かれてますね。四季島会の凱旋の時はジャガイモっていうね、担当のやつが毎回来てギャオギャオ言って、たなぁ、そういう経験した方がいいよ。で、権力者は敵多いんだよって自覚した方がいいよ、自民党の女性議員さんたちはね。こんな浮かれた写真撮ったら、そうでなくても自腹で行っても私的な旅行でも叩かれんに決まってんじゃん。ああ頭悪いんだなってちょっと思いましたけれども、6月20日から現在まで23区だけで、人口980万人ですねの熱中症死亡者は73人だそうであります。人口比率的に全国では1000人ぐらいいるんですかね。今年の熱中症死亡患者、皆様も十分お気をつけください。先ほど昼頃、雷雨、すごい雷雨、雷と土砂降りが東京都内ありましたけれども、これの影響だかなんだか分かりませんけれども、東電管内1万3000世帯ぐらいで停電してるそうであります。早めに復帰してくれといいんですけれども、病院とか停電しちゃうと大変ですよね。稲葉 NHK 会長7月定例記者会見、スマホやパソコンを持っているからといって受信料が発生するとはならないと思うと発言しましてニュースになっておりましたけれども、世論これは罠だ。スマホやパソコンからではなくネット回線から取ります。
持ってるだけでは取らないが、接続したら取る気だろう。今はだろうなと思うは罠。 NHK がある限りテレビは持たない。プロバイダ料金に強制上乗せ徴収と、皆さん信じてませんね。経営委員会のいいねの説明用資料ではですね、受信料ネット徴収の前段階としてネット配信を NHK の本業とする前提で作られています。現在はですね、補完的事業っていう位置づけなんですけれども、放送が本業でネット配信は補完的事業っていう法的な決まり的な位置づけなんですけど、これもネット配信は NHK の本業ですよっていうことで内部資料が作られておりまして、いずれネット配信は NHK の本業ってなってですよ、当然受信料徴収もやり出すのはまあ決定事項かな。NHK 公平性公平負担の観点から、ネット配信が放送を視聴しているのと同様の効用が得られているのであれば、同様の負担をいただくのが適当ではないかって言ってますし、つまり放送と同じような情報を知れんだったらネットでね、同じようにもらうのが公平負担じゃないかって言ってるし、まあ取る気満々なんですよね。それに NHK はまるっと経営側ですからね。 NHK の経営側、NHK 会長の立ち位置って皆さんご存じない方もよく分かってない方もいらっしゃると思うんですけれども、 NHK の最高意思決定機関経営委員会の仕組みであります。外部招聘の会長1名、と理事11名。理事は NHK 生え抜きの部長やら局長が務めます。会長は外部招聘。前の会長はみずほ銀行から、今回の稲葉会長は日銀から来ております。これだって NHK 経営陣が都合いい人物を招くわけ、任命するわけでありまして、まあまあ変なことを言ったり、すごい革新的な考えを持ってたりなんかする人はならない。VS、外部招聘の経営委員が12名と、経営委員会っていうのは、理事11名が作った資料と方針を、経営、委員の12名に認めさせる場であります。これ、まあ、市長選ぶわな。で、市長は、市役所側の職員とつるんで、VS 市議会議員。市議会議員の反対多数だと、市職員と市長が作った方針が通んねえわな。市議会とか区議会に仕組みが似ております。たまにですね、委員会中にですね、毒にも薬にもならない質問が委員から出るのは地方議会と同じであります。で、委員12名っていうのが、まあ、外部から来てる人らなんですけど、月に2回3時間ぐらいの経営委員会に出席してですね、年収が600万ぐらい、もらえますね。ですんで、まあ、3時間かそこらの会議、経営委員会に出て、1回25万ってことですかね。まあ、そんな感じの人ら、それだって会長やら理事やらよりは全然低い。会長は NHK 内部を作りした、知り尽くした理事側、理事たち側、部長やら局長たち側です。市長や区長や県知事が、県職員や市職員の側であるのと同様でありますね。委員会で使う資料はですね、委員12名をだまくらかして、自分らのやりたいことを認めさせるための、承認を得るための、頂戴かつ丁寧かつ、綺麗ごと並べて作ってあるのも、まあ、地方議会と同じだよな。会長任期は3年。稲葉会長は2025年退職予定。なので今回の発言はですね、私が任期中はならないと思う。任期後のことは知らねえって見るのが妥当であります。3年勤めて1億2000万もらうためなら、どんな嘘でもつきますよね。こんなのですね、関白宣言っていう歌の多分しないと思うぐらい信じられない白黒契約とカラー契約一本化は絶対やりませんって言っときながらしれっと一本化した前科が NHK にはあります。どんな嘘でもつきます。会長もですね、委員も理事も
任期は3年ですから、前の経営委員会の判断はそうだったんですけど、今、そこにいた人、一人もいないし、言い訳に、非常に便利でございますね。今からですね、ネット聴取許さないぞ、牽制しておくのが吉であります。涼しくなってきたらデモやりますので、ぜひともご参集ください。ちなみに、NHK の理事、会長の下側、部長や局長らがなる連中は、3年勤めて8000万ぐらい、もらえます。で、委員が年間600万円っていうですね、すごい格差があるんですけど、2022年度税収は過去最高の70兆円超え、新型コロナや物価高騰対策で予算計上されたものの、補正予算が組まれたものの使われず、余った税金は17兆9千億円、約18兆ですね。主な計画倒れ事業なんですけれども、公共事業 3.87兆円がやらないで終わっちゃった予算は計上された、やりますよってことで金は取り上げられたんですけど、やんにがった。ガソリン高騰対策費3兆円、やんねがった。電気ガス対策費、2.5兆円、やんねがった。コロナ対策費 2.4 兆円やんなかった。一体何やってきたんだお前らっていう話なんですけど、財務省の言い訳がですね、ガソリン電気ガス対策費は年をまたぐし、コロナ対策は受付や審査に時間がかかっちゃってできませんでした、って感じなんですけど、余った約18兆円は翌年に繰り越しだそうであります。積立金に繰り入れだって、世論です。でも増税するんでしょ、ちょっとは歓迎せえや。じゃあその分国債するのやめようぜ。これが埋蔵金か。国債買い取ればいいだけでは、頑張ったけど使い切れませんでした。歳出も過去最高レベルで、国債を50兆円も発行してるってなんで言わないの。記事にはなかったみたいですね、これらの記事。国債を発行した上で18兆円余ったんだから、シンプルに金があるわけちゃうで、金余ったっつってもそれ以上に借金してんだから金あるんだよってことにはならない。国債で50兆円借金して、その分からは32兆円使ってですね、まあ、全体の予算はもっと大きいですけれども、18兆円余りましたってことで、事業規模が少ないわけでは全然ないですからね。皆さん騙されないでください。相変わらず無駄な事業多いですよ。男女共同参画事業とか、ふわーっとした定義で、こんなん女性はこういうもんだって決めて、自立させずに永遠に買い殺しする支援事業とか多いですからね。50万円借りて30万円使ってお金が余ったから、この金何に使おうかっていう話ではありません。繰越金に組み入れずに国債買って借金減らしたら、あるいは減税したらって思いますけども、財務省は減税するぐらいなら死んだ方がマシっていう連中ですし、国債残高も減らしたくないと思ってる節あんですよね。その理由はですね、未来永劫国民一人当たりの借金が、実は国民の資産なんですけども、っていう嘘で騙し続けたい。そのために国債残高が減ると都合が悪いって理屈であると推測いたします。西山敦子弁護士、クルド人騒乱で病院が5時間半麻痺したわって報道した産経新聞を罵る産経の記事を見てまたかと思った。恐怖と憎悪を煽り、いくつく先は、恐怖と憎悪を煽ってんだって。産経新聞は、世論です。事実しか書いてないがクルド人の味方すと金になんの。トラブル増えれば弁護士の仕事増えるよね。フェラーリクルド人から金もらってんだろ。恐怖と憎悪の発生元には触れずと、産経に文句言っても特定勢力が組織だって犯罪行為している事実は変わらんのだわ。川口市民が抱く不安や恐怖はガン無視と、治安を生み出して住民に不安を与えてるのは事実なんだけど、案の定ボッコボコに叩かれてリプランが地獄これ返信欄が地獄と、いうことですかね。この人はプンとブンと高田健、菱山直子、中核派、労働組合、全労連が参加するパヨ連合の総掛かりの外線の常連でした。これ外線やってますね。入管法反対外線、こちらもそうですか。何やら外国人記者クラブで記者会見やらやってましたけれども、忙しそうで何よりですね。パヨ活動ね、真面目にやってる弁護士って猛烈に忙しいって、
私聞いてたんですけど、それ気のせいだったみたいですね。この人本業は大丈夫なんだろうか、弁護士家業ちゃんとできてんだろうか、秩序破壊で仲間内に認められて出世したいって口だろうから今後もやめやしないでしょうね。もうちょっと調べたらですね、本業の方でも外国人の滞在や離婚トラブルに強いです、らしいですんで、パヨ活動が本業の補完事業にもなってるみたい、事実を報道すると差別と憎悪を煽ることになるらしいんですけど、まあ嘘と言論弾圧を武器とするパヨの規範から一歩も外れてないですね、パヨは嘘と言論弾圧、嫌がらせによる言論弾圧、その嫌がらせには時として暴力を含むっていうのがパヨの決まりで、決まりっていうかこういうやつをパヨというっていう話ですからね。そりゃ病院麻痺させるような憎まれるようなことやってんだから当たり前でしょ。恐怖と憎悪を煽りって、憎悪はもうありますよ、恐怖もありますよ、煽ってるわけじゃない、もうすでにある。まだ40代っぽいんでバチが当たるの間に合いそうですね。バチが当たるの見れそうですね私ら。10年前のフジテレビの経営陣とか朝日新聞の経営陣には直接バチを当てるのを見ることが間に合わなかった。定年退職で逃げられちまいましたからね。フジでもやった頃のフジテレビ経営陣はもうとっくにいないんだろうから、直接ねバチを当てるのを、まあフジテレビ倒産であるとかそういうバチを当てるのが見れなかった。残念無念、逃げられた。ああ土井孝子なんかもちゃんと畳の上で死んじゃってバチを当てられなかったな。村山富一ってまだ生きてんですかね、ちょっとわかんないですけどね。河野洋平とかバチ当てたいですね、生きてる間にね。まあそんなことを考えております。8月15日正殿参拝と、懇親会、メール等員の皆様よろしくお願いします。デトックスジャパン。